今回は本体ほぼ未使用、付属品未使用の iPhone X を新品のケースとガラスフィルム代込みで 75,800 円で買えたので、そのテストついでの釣り動画です。NEX5T は本体壊れかけてたし、もう買い替えも含めて十分使ったのでサクッと処分し、軽くて持ち運びやすいコンデジ買おうかと思ってたら、Xperia X コンタクトが壊れたので、カメラ性能のいいスマホ探すことにしたのです。はい、スマホとデジカメ両方買うお金ないので、1台2役を担ってもらう魂胆です。最終的に Google、Pixel、参加 iPhone XR、XS あたりに絞り、たまたま見かけたお買い得価格の iPhone X にしたのです。ちなみに、チクウォッチは3月に行ったので、現状スマートウォッチはコギとポップだけになりました。人生で一番高いスマホ買ったかもと思ったけど、今まで分割で端末購入して、結果、端末代と通信量の総計が高くなってたことを考えると、大して高くない気がします。さて、コンデジは、ほぼすべての機種で、マイク入力端子が付いてないため、ソニーなどの一部機種専用品以外は、外付けマイクが使えないので、いっそ動画用と割り切って、マイク入力端子があるビデオカメラにするか悩んでます。アクションカムの AS300 は、マイク入力端子があり、GoPro も USB 変換ケーブルで外部マイクが使えるけど、ズームないし、それだったらスマホでいいやって感じで悩んでます。あ、外付けマイクが使えることにこだわる理由ですか？それは、撮影機器から離れると声が小さく聞き取りにくくなるのが嫌だし、強調するためではなく、聞き取りにくいという理由で字幕を入れる頻度が増えてしまうのが嫌だからです。Bluetooth のマイクですか？ Bluetooth イヤホンマイクは闇が深く、遅延もあるし、スマホでも動画撮影で使えないからいらない子です。あ、でも iPhone は有料アグリと AirPods の組み合わせで動画撮影で使えるので、バイトしてお金貯まったら買って試してみようかなと思います。では、本件をどうぞ。今はメインカメラで撮影しております。あとこの iPhone X はイヤホンジャックがないんですけど、付属のこのアタッチメントを使って、このセパレーターを使ってこのワイヤレスマイクが使えました、なんで外で撮影するときはね、このワイヤレスマイクを活用しようと思います。当分はね、外付けの IQ7 みたいなマイクは買わずにこのワイヤレスマイクを使うと思います。もしくはこのスノマイクを使うと思います。前野町のイオンスタイルまで到着しました。本物のコーラの飲料はこのコーラがまずすぎてね、癖になったのでちょっと買います。石川県に癖になります。はい、三木公園にやってまいりました。でもここでは釣りをするわけじゃないんです、もちろん。さらにその先に下坂上っていう駅があるんですけど、その先に徒歩10分ぐらいで新華市街に行けるんでね、そこに行きます。ちなみに iPhone 写真撮るとね、パシャパシャね、すげえ音がでかくてね、嫌になる。じゃあ紫外線線測ってみます。 7.5 強いです。日焼け止めは塗ってますけどね、気休めでしかないかもしれない。ちなみにこのカメラが複数あるスマホって初めて使ったけど便利だ。これ今広角で押すとすぐにもう一つのレンズに変わってくれて、なんか新鮮です。今三木公園の上の方に来ました。そちらまっすぐ行くとね、下坂上です。いや、人だらけだからちょっと語りにくいんで着いたらじゃあ語ろうかな。もうすぐそばです。まあ人出ろいけどね、もうちょっと時間もないし、バッテリー組むのがあるんで、とっても語りますよ。はい、今時はさ、iPhone もそうだけど、イヤホンジャックがないスマホ結構増えてるじゃないですか。ね、でも大体こういう風なね、変換プラグがついてるのにね、刺したら問題じゃないと思います。結論としてよく調べたんですけど。で、Google Pixel 3かもしくは XL が欲しかったんだけど、あれもちゃんとついてるんですね、タイプ C のやつ。使えますよね。YouTube の中ね、有名な、レビューアーの方、なんか使えないって言ったけど、その人はこれで言った、これをかましてなかったんでね、使えなかったわけなんですけどね。はい、まあ、作れたかなら使いますよ。見たらわかるでしょ。4曲を、分けてるんでね、1つはアースで、2つは、イヤホンの右左に、ね、ステレオなんで、もう1つはマイク、モノクロマイクですね。でソニーだけは5曲あって、1つはアースで、2つはイヤホンのステレオ右左で、もう2つはマイクの右左でステレオとなる。ただね、コンデジになるとそもそもこれ入力端子がないんですよ。高級デジカメでさえないから、ね、5
GoPro とかさ、アクションカム系はまああるのはあるんですよ。ソニーの AS300 とかも あります。GoPro はこんな感じで USB の変換プラグがあるので、ね、それを通して使えるんですけどね。あとビデオカメラはありますね、うん、ないのももちろんあるんだけど、ビデオカメラ比較的買いやすい価格帯のがあります。まあ、ちょっともう尺も長いしね、時間もないんで適当に語ってますけど、本当はコンデジでこういう風なのを使えればすごくいいんだけど、コンデジはなかなかないとかない。今出てるのはないね、うん、それはそこの大東技研そのメーカーの工場の人の裏側ですね。その裏側が川なんですよ、新柏で、うんうん、じゃあここからこのマイク使っていこうかな。そういうことですね。見えてきました、あそこの橋ですね。あの辺りであろうと思います。近くのファミマで、ね、物のコラを買いました。ちょっと休んで行こうと思います。はい、到着でございます。新柏大橋、ここから乗り場の方に下って下に行って、まあ歩こうかな。投げ釣りしてる人です。やばい、バッテリーが 30% を切った。朝ちょっと用事で神田まで行ってたんですけどね、それからそのまま充電もせずに来たからさ。しかも適当にやっぱり風景とか撮って来たからね。ここは上流部と違って入られる場所が限られてるね。柵があってダメだ、亀が浮いてるし。はい、今日はね、フッキングノイジー2つ以上持ってきました。あとね、ジャッカルのブレイクブレードのパクリだと思われるこのルアーを買ったんでね、ちょっと使ってみようと思います。上州屋に売っておりました。あとこれは100均のスピナーベイトだけどね、これは100均のホッパーです。石川国で使いましたけど、あとね、ワームとかもいろいろ買ってるんですよ。ただちょっとまあ試しに、ね、トップで狙ってみると思います。じゃあまずはね、このシルバニアナイトの復旧の字で試してみようと思います。この柵をちょっと乗り越えていきたいけどさ、やっぱ人目があるんで。あ、そういう問題じゃないですか、道徳の問題ですか。まあ自己責任でってのは分かるけど、そんな気分です。まあいいや、とりあえず投げます。さっきも投げたけど、あとついでだから言いますけど、なんか私の持ち方が悪いとか指摘してくださった方いたけど、どうもありがとうございます。確かにこんな感じで持ちますよね。本当はさ、ちょっと話があるけど、このハンドルがさ、左側にあった方がいいんだけどさ、私的には、うん、ただこれはなんか右しかないよ、なかったね。柵を乗り越えたい。こうやっていろんな釣り場を開拓していくのも楽しみの一つですよ、マジで。なんか水面にゴミが浮いててさ、こんな風についちゃうね。あまり良くないね、こことか釣れる気しないわ。今度は端っこじゃなくて、顔の中ほどめがけて投げました。まあ一応ここはね、徒歩で来れる場所なんでね、もしかしたらと思って来たんです。交通費がかからないから、実質私の燃料代、多分ね、コカ・コーラ代ぐらいで
住むからさ来てみたんです。撮れるかわかんないけど、フッキングノイズの動きを収めたいと思います。なんか魚影がないですね。明ヶ瀬橋のところは魚がすごい跳ねてて魚影が濃かったけど、ここは何にもないね。大豆も何もない。ゴミがつきました。これですよ。これここあんまり良くないな。ちょっとルアー変えましょうか。ちなみに私このルアー使うのは初めてですね。じゃあね、軽く動作確認してみます。見えなかったか。わかりますかね。ブレードが動いて、すごい振動が来る。ちょっとすごい光る。これはいい。振動がすごい伝わる。ちゃんとね、ブレードが動いてるのが分かる。これなるほど。ちょっと止めたりちょっとやってる。確かにこれ立ち上がりが早い、分かる。まあいいや。ちょっとそこの方を巻いてみようかな。ただここ来るの初めてで。あ、初めて。そうです。何か取れました？いや全然ダメです。なんか誤解か何か。いや、あのルアーでやってるんです。はい、ブラックバスでやってるんですけど、はい、ここいますか？いや、私ちょっと練馬から あまり天気がいいので、うん、あ、練馬から、荒川ですか？いや違います。ここは新河岸なんです。荒川はさらに向こう側に歩いたらあります。荒川、こっちの方は赤羽です。あ、赤羽ね。赤羽、そうです。赤羽です。茨城といえば霞ヶ浦ぐらいですか？赤川がな、ああいうのがいい。あ、ありますね。確かに、ああいうの季節になると、もう50メートル間隔から洪水が並んでます。雑誌で見ましたよ。あ、そうです。なんか流れが全然ないんですね。ないですね。よどんでます。上の方は結構ちょっと流れあるんですけど、あ、これあのメーカーで合わせてます。私どこなの？カストキングって、ちょっとまたあまり聞かないメーカーなんですけど、カストキング。これか。そうです。で、結構作りも悪くないんですよね。これ5000円ぐらい。5000円、5000円で1万円なんです。あ、1万円ぐらい。はい、ルアーされたんですか？ルアー釣りとか。カストキング。カストキング、あ、でもこれはちょっとマイナーなんでおすすめしないんです。KAST で、キングはキングですね、あ、これも10ポンド使ったんですよ。10ポンド。で、これブラックバス仕様で、10ポンドって大体どの4号ぐらい、どのリールにも適合してるんですよ。あ、そうです。10ポンド大体、あの、例えば5ポンドから11ポンドとか8ポンドから16ポンドが適合のリールですよとか結構あるんですよ。で、大体みんな10ポンドは抑えてくれてます。で、私この前ちょっと太いの、巻いてたんですよ。あの、ナマズ釣るように、あ、すぐ抜き上げられるように、切れないように。
でも太すぎて飛ばないんですよね。太すぎると。だからちょっと、そう。で、太すぎずって感じで、大体どのリールも、サポートしている10本を今使ってる感じです。バスが、ナマズも、そんな感じで。大体10本は太すぎず、細すぎず。やっぱり荒川ですね、ツアーだと。色は他にもあるんで、黒とかちゃんとあるんで、この色で。これで長さどのぐらいですか？ 2.16 です。2.16 メートル。これ釣りやすい。これ2つ点だから、ルアーによってこう変えられるんですよね。これちょっと硬めのつけてるんですよ、重たいルアー使ってるから。あーなるほど。でこれはちょっと柔らかめなんで、アクションつけたいようなちょっと軽めの時はこれを使う感じ。太さが若干、太さっていうか硬さなんです。硬さが違うんです。これで5000円。顔が5000円です。ここ2つセットで、ね、そうです、5000円です。これいいですね。でこれ5000円、はい、ベイトリールなんで、これちょっと難しいんです。あ、例えば今こう落としますよね。そうすると、ああこうなっちゃう。そうだからちょっとブレーキとかもついてる、実は。ブレーキとかもある程度はブレーキを押さえてくれてると。で自分で親指でちょっとある程度ブレーキできなきゃいけない。だからこうやってちょっと練習しなきゃいけないから。あ、だからこれをちょっと最初。高級なものはそれは自動的にやれないと。シマノとかはいいでしょうね。たるまないんで。いや、たります。どんなリールもやっぱり構造上たるむんですよ。あ、そうですか。だからだいたいこんな感じで取れるんですよ。そしてここにブレーキがあるんです。あ、ブレーキね、うん、でもブレーキが効くってことはあんまり飛ばないじゃない。飛ばない。だから私は親指で大体、そうだからあるもうほとんどかかってない。親指で大体ブレーキしてます、うん、あと、ま、投げる時のあれで。そうで、そもそもこれブレーキがないやつもあるんで、だからベイトリール使いこなせるとすごくいいんですけど、最初慣れるまではバッククラッシュとの戦いかもしれない。バッククラッシュからそういうふうにこう、だから私とはもう慣れてるから、大体もうこんな感じで親指でこうサミングって言うんですけど、サミング、うん、ただ五木の鈴木は臭いんですね。五木の回遊じゃなくて、もう居ついてるような、居ついてるようなすごい臭い。東京湾だとこんなでかい鈴木やな。横浜に住んでた会社の人も、そこの鈴木は臭くて食えたもんじゃないって言ってた。ただ今はだいぶ昔よりも綺麗になってるからどうかわかんないけど、まあ基本臭いと思います。なんかいつかテレビでやってたけど、海ほたるの橋桁につきますからね。こんな感じで雑談しつつ電池切れで終了しました。数日以内にまたどこかに聴講します。ご視聴ありがとうございました。ではでは。